さあ、というわけでお疲れ様です。バラドです。今日は、こちらじゃじゃーんと東京ハンズ、おっとっとっ と東京ハンズの袋がありますね。スーパーレトロエキスポでも散財してしまいました。総額7000円弱買い物しちゃいました。で、今回ちょっと1個ミスったというかね、ちょっとね、前回の Vlog でね、3000円お買い上げでステッカー1枚もらえますって書いてあったと思うんですけど、3000円ごと買い上げだと思ったら3000円以上のお買い物だったので、これ今回ね、1回でお買い物しちゃった結果ステッカー1枚しかもらえませんでした。2回に分ければよかった。まあでもちょっとそれずるっぽい感じになっちゃうんでね、まあ1回でいいかなと思って、こちら海兵さんみたいなね、こう水兵さんか、水兵さんっぽいこうセーラー着た男の子でしたね。ちょっと残念ながら山下メロさんは出なかったんですけどまあでも可愛い、ちょっとファンシーなステッカー、結構ギラギラな感じでめっちゃいいですね。で、今回ちょっといろいろね、購入品を紹介していこうと思います。まずはじゃん、これですね。これはもう動画でも、前回の Vlog でも紹介させていただきました。こちらタバコケース、タバコ吸わないんですけどね、シガレッツケースで、このタバコだよということでね、この注意書き書いてありますね。どう？これかわいいでしょ。タバコ以外も小物入れとして使ってね。ところで君はレモン好きっていう感じでめちゃめちゃいい可愛い文章書いてありますね。裏のイラストとかもね、めっちゃ可愛くてね、もうタバコ吸わない自分でもなんかこう、今これね、実はちょっと忍ばせてまして、トレカがトレーディングカードがスポッとこう入ったりもしたりとか、まあ結構僕イベントとか行くと作家さんとか48シールをちょっとこういただいたりとかですね、恐縮ながらこういろんなこうね、シールとかステッカーをちょっといただくことが最近多くて、まあそういった時にね、どうしてもこう曲がっちゃうのが怖くて、お財布とかに入れてたんですけど、もう今後はもうこれにどんどんこう集めていくというか、入れさせていただこうかなと思いますね。ほんとカチカチに硬いケースなんで、もう漏れる心配もないんで、ね、こんな感じでいろいろ入れていこうと思っております。はい、こちらちなみにビビビットさんというね、Vlog でも紹介しましたけども、今回のスーパーレトロエキスポの中で一番ビビッと来た作家さんでございましたね。いろいろオンラインショップでもね、いろんなアイテムが売ってるので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょう。いいですね。こちら白玉っていう、これちょっと2枚入りなんだけど、こっち寄っちゃってるんですけど、これ48シールですね。ビックリマン風シール。もう48シールを見てしまうとね、どうしてもちょっと衝動的にこう買ってしまうっていう、なんか珍しいじゃないですか、こうなんか作家さんの個人のね、48って。これ2枚入りで500円って結構安いんですけど、まあ、何気ないネズミ白玉っていう感じで、もうデザインもめっちゃ可愛かったんで買っちゃいました。白玉マンシールですね。もう中野百貨っていうところの、まずこのアクリルルームキーですね。これがめちゃめちゃ可愛くて、これもちょっと開けて出しちゃいましょう。これはちなみに1100円ですね。じゃじゃんと、まあ、カラバリはいろいろあったんですけど、僕はこのノンカラーの、クリアのものにしました。可愛い。もう最近ちょっとね、ホテルキーのアイテム結構好きで、トイパラの時にね、お布団天国さんのキーも買ったんですけど、最近ちょっと可愛いって思う、このホテルキーキーチェーンね、結構好きですね。こんな感じでもう本当にレトロなホテルのキーみたいな、ルームキーな感じのと、で、これですよ、これが今回めっちゃ可愛くて、このアイスクリームアクキーですね。アイスのアクキー、これやばいですよ。これはちょっとね、なんかもう万が一これなくしちゃったらって思うとね、怖くてつけれないんですけど、つけたいですよね。これやばい。アイスクリーム、アイスミルク、当たりが出たらもう一本っていうね、まあ、どこか見たことのあるちょっとね、最近のレトロの感じのデザインのものですね。これアイスのね、このスティックがちゃんとこう
木になってるところがまたいいですね。こんな感じで、いやーめちゃめちゃ可愛い。だこれをねちょっとカバンとかにつけるんだったらちょっともっとね取れにくいあの頑丈な紐に変えてつけたいなと思います。これ可愛いレトロですね。でちょっと次が最後なんですけど、これはちょっとなんかねずっと当時からまあ気になってたもので、これはコスモスのガチャ本っていう宇多堂さんとケチャップアーツさんのプレゼンツということで企画の、これ当時ねあのビレ版とかにも確かあの置いてあった気がするんですけど、これコスモスのコスモスベンダーね思いっきり出てますけど、このガチャ本ですね。でこれねあのゆるめるもっていうアイドル、この青春時代に結構好きだったアイドルさんなんですけど、このあのちゃんが表紙をしてる回ですね。あもう今気づいたけどステッカーがついてます、コスモスのね。そうこんな感じで、待ってこれ内容に関してはねちょっと一応まあ販売している、本なのでねちょっと全部は見せれないんですけど、一部ちょっと抜粋してお見せできたらと思います。こんな感じで、でも中野のブロードウェイじゃないですかね、これも多分ブロードウェイとかですよね、あのちゃんが買い物してる様子とか、こういう感じで結構こう、まあ、アイドルさんのこうグラビアページっていうところもあったりとか、あとこういう感じでそのコスモス、多分これあのコスモスの中に入ってたその、まあ、ダガングみたいな感じのねおもちゃとかの、まあ、こう図録みたいな感じで見れますね。じゃこれやばいですよね、結構ねもう胸熱な、まあ、僕の世代よりもちょっと上のね、お兄さんたちの世代のものなんですけど、まあ、僕が今見てもなんかもうチープで可愛い感じがすごい楽しめるいいもんですね。あやっぱりこれあそこのマンダラケさんで撮ってますね。さあというわけで今日はねちょっといろいろあの面白雑貨系っていうんですかね、今日はちょっとね雑貨という感じで、スーパーレトロエキスポで購入した雑貨をちょっと紹介させていただきました。やっぱこのアイスクリームクッキーかな優勝、まあ、本当どれも可愛いんですけど、まあ、やっぱ実用、まあ、本当これは本当に実用的に多分日常使いで持ち歩くと思うんですけど、まあでもねこれ1個小さいサイズのやつだと本当にタバコ吸う感じだと思われちゃうと思うんで、これぐらいがいいと思います。ちょっとステッカーでデコりたい感じもしますしね、ちょっと個性を出していきたいですね。今日はねちょっとそんな感じでスーパーレトロエキスポで購入してきたアイテムの紹介でございました。でこの動画からクリックした方はねもう絶対あのこの動画1個前のあの Vlog から見ていただけると嬉しいです。実際この販売している即売会のイベントの様子を撮らせていただいたので、もうぜひそちらも見てください。でこのスーパーレトロエキスポはね定期的に新宿とか町田で開催しているので、気になった方はぜひあのディグリに行ってください。ディギンザかわいい、ディギンザレトロって感じで楽しめると思います。というわけでバーナードブログ今回もご視聴ありがとうございました。動画の感じ良ければ高評価ポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ちょっとカオスな感じになってますけども、今日はこの辺で失礼いたします。はい、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。